それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、初登庁後の初の、定例の会見でございます。この度多くの道民の皆様の、ご支持をいただき、再び知事として、道政を担わせていただくこととなりました。道政記者クラブの皆様にはこの改めてこの定例の会見などさまざまお世話になります。よろしくお願い申し上げます。17日間の選挙戦、高病原性鳥インフルエンザへの対応などこの危機管理に万全を期しながら、移動距離にいたしますと5212キロを移動をしまして、4万4000人を超える皆様とお会いをして、私の思い、そして政策をお訴えをしてまいりました。道民の皆様からは厳しい現状を訴える切実な声、また北海道の新たな未来に対する期待などさまざまな声をいただきました。そうした皆様の思いをしっかりと受け止めて、一日一日を大切にしながら知事として全身全霊で仕事をさせていただきたいと思っております。これからの道政運営にあたっての考え方でございますが、引き続き道民の皆様の命と暮らしを守り抜くと、このことが何より重要であります。本日北朝鮮が ICBM 級の可能性のある弾道ミサイルを発射いたしました。 J アラートが作動したことを受けまして急遽連絡会議を開催をしたところでありますが、今後ともさまざまなリスクから道民の皆様を守っていく、このために全力を尽くしてまいります。またコロナ禍、物価高騰などによって道民の皆様の暮らしに大きな影響が及んでいるところであります。これまで総額1376億円の緊急経済対策を措置をしてきたところでありますが、今後も切れ目のない経済対策により機動的に対応してまいります。なお現在準備を進めておりますお米と牛乳券の子育て世帯への支給に関する事業についてでありますが、この商品券に加えまして電子クーポンまたはお米の現物を選択できることとし、5月10日から受付を開始いたします。詳細につきましては4月20日の専用ホームページとコールセンター、こちらの立ち上げに合わせて改めてお知らせをさせていただきたいと考えております。またエネルギー問題や地球温暖化、食料安全保障など世界が大きな課題に向き合う中、今がまさに北海道のポテンシャルを最大限発揮すべき重要な局面であります。エネルギー、デジタル、食の3つを一体的に推進をし、北海道の価値を押し上げていくため果敢に挑戦をしていかなければなりません。北海道が直面しているさまざまな困難に立ち向かい、道民の皆様と共に北海道をさらに前へと進めてまいります。こうした中、あさって15日から16日までの日程で G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合が開催をされます。私も明日14日の地元主催のレセプションなどの行事に出席をいたしますが、北海道で開催されてよかったと思っていただけるように温かいおもてなしでお迎えをしながら、ゼロカーボン北海道の実現に取り組む北海道の姿を世界に発信をする、そうした機会にしたいと思います。報道の皆様におかれましては積極的に取材報道のご協力をお願い申し上げます。私会場です。